平成23年台風第2号は2011年5月22日に発生した猛烈な台風である。後に局地激人災害に指定された。進路図5月20日にカロリン諸島近海で発生した熱帯低気圧はゆっくりと精神。22日にフィリピン民ナ,ナオ島の東の海上 1160km で台風となった。 23日にはフィリピン大気地球物理天文局の監視領域に入ったためフィリピン名、チェデンと命名されている。26日から27日にかけて、中心気圧920ヘクトパスカルまで低下、カテゴリー5の勢力にまで発達した。震度を北寄りに変えて、非常に強い勢力から強い勢力を保ったまま、沖縄諸島に近づいて、速度を速め、 危険範円に入った沖縄では猛烈な風となった。強さのありに、強風半径の小さい台風だったため、台風が近づくと急激に風が強くなったのが特徴だった。台風は四国沖で温帯低気圧に変わったが、活発になった梅雨前線の影響で国内の広い範囲で5月としては、平成23年台風第1号に続いて、記録的な豪雨をもたらした。 5月の日本本土への台風接近は珍しく、温帯低気圧へ変わった後も、福井県で大雨が降る等大きな影響があった。フィリピンでは直撃こそ避けられたが、全土で洪水と地滑りが発生したため、約31万3000人が自宅から避難した。ベンゲット州の近郊山では大量の水が流れ込んで一人が死亡。マニラ南東のビコール地方でも二人が溺死した。 沖縄県では67人が怪我をし、電気や通信設備などのライフラインがストップ。浸水や道路の冠水も多数。農業は平成15年台風第14号の65億9800万円を上回る70億6000万円余りの大きな被害が出た。その他府県でも停電や道路の冠水、住宅などの浸水、川の氾濫などの被害が相次ぎ、 愛媛県では冠水した道路で溺れて一人が死亡し、長崎県と香川県でも行方不明者が出た。東北地方太平洋沖地震被災地では、台風から変わった低気圧によって、本震以降では、同年の台風15号が接近するまで、最大の浸水、冠水となった。台風の号数としては、過去最も若い番号で、局地激人災害に指定された。 暴風域に入った沖縄県では5月28日の最大瞬間風速が那覇市で秒速55.3メートルを観測するなど5つの地点で秒速50メートルを超えた。最大風速は名護市で観測史上最大となる秒速36.2メートルを記録した。5月としては記録的な大雨となった。5月28日に 気象庁によるレーダー解析によるもので、鹿児島県の薬島北部付近で1時間に120ミリの猛烈な雨を観測して記録的短時間大雨情報が発表され、薬島の24時間降水量は5月29日に観測史上最大となる457.5ミリに達した。福井県では多い町で370.0ミリを記録するなど、 5月29日から30日にかけて5つの地点で24時間降水量が観測史上最大となった。5月23日に、九州南部が同26日に、中国、四国、近畿が同27日に、関東甲信、東海地方が過去にほとんど例のない速さで梅雨入りし、観測史上3番目から2番目に早いところが多かった。5月28日、 沖縄県の第11管区海上法案本部が海難事故に備えて非常配備体制に。また、同県内の主要港で船舶に対して避難勧告がされた。東京電力福島第一原子力発電所事故で警戒区域にある福島県内の大熊町、奈良葉町、富岡町の山頂で行われる予定だった一時帰宅が中止された。ありがとうございます。